最短ルート上がルート。難関資格の最短ルートは上がルート。はい、皆さんこんにちは。担当絶対合格スキル習得講座を担当します講師の渥美と申します。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、この動画は担当スキル習得講座、担当絶対合格スキル習得講座のガイダンス動画になりますということですね。早速中身の方に入っていこうと思いますけれども、こんな形でですね、ガイダンス込みですね、本体の講座の中身もですけども、こんな形で、レジュメですね、を写しながらやっていこうと思いますと。はい、これはちなみに実際に購入された方は皆さんの手元に届くテキストをですね、の総論編の中の最初のページになります。はい、1講座ガイダンスコンセプトというところでございます。はい、そこで早速中身ですが、最初のクエスチョン0ですね、予備試験司法試験に合格するための学習方法どうやったら受かりますかという質問があったとしましょうと。はい、もちろんそれに対する答えとしては論文対策がメインですと。これはもう全受験生全合格者がそう言うと思いますぐらいのメインですと。はい、ただしかしと。決して担当式試験を侮ってはいけませんっていうことを本当にびっくりマーク2個も3個もつけたいぐらいにすごく強く思いますと。はい、毎年ですね、マネジメントオプション、上がるとのマネジメントオプションだったり個別指導という中でですね、この担当式試験を侮っている、なめているせいで結局1年間だったりですね、ずっとこう個別指導マネジメントオプションをつけて論文の勉強一生懸命やってきているのに担当の勉強をしなさすぎて落ちちゃいましたっていう予備試験受験生もいますし、司法試験受験生でも担当に落ちちゃうっていう人はいます。はい、それぐらい担当はやらなきゃ受からない試験でございますと。なので侮ってはいけません。はい、実際の数字を見ておきましょう。例えば1つ目ですね、令和4年担当式試験の結果ですね、こちら予備のことになりますけれども、予備試験の方になりますけれども、受験者が約1万3000人、合格者数が約2800人ということで合格率は 22% ぐらいですと。はい、22% なので5人に1人ぐらいが受かるわけですけれども、この5人に1人が受かるという確率は正直低いと思います。低いと思います。はい、全然受からないなという感じですね。でそれに対して、令和4年の今度司法試験の方の担当式試験の結果ですが、こちらは受験者が3080人ぐらいに対して合格者数が2500人弱ということは合格率は約 81% ぐらいになってきますと。こちらはですねだいぶ高めではありますと。はい、ただですね、つまりということで予備試験では担当対策が重要なのはどう考えても明々白々でしょうと。はい、司法試験ではですね 81% なのでまあ受かるっしょっていうふうに思いがちですけれども、たった3科目しかないのに、不合格率が 19% あるってどうなんですかという話でございますと。はい、担当対策もやっぱり重要だということに変わりはないんじゃないんですかねという形でございます。しかももうちょっと突っ込んで考えてみたいのがその続きです。しかもと。予備試験ではということで担当式試験に合格しなければ論文式試験は受験できません。はい、つまり1年間の学習のメインとしてきた論文対策が無駄になってしまいますと。まさしくそれがさっき言ったマネジメントオプションの受講生だったり個別指導の受講生を見ていてそう思いますよというところでございますと。はい、逆に司法試験の方ですね、こちらを見てみると担当式試験に合格しなければ論文式試験を受験したのに採点されないっていう構造になります。はい、司法試験っていうのは合計5日間で行われます。1日論文試験に2日目論文試験、3日目休みが1日入って4日目に論文式試験、そして5日目最終日に担当式試験という構造になっています。で、この一気に論文まで含めて、受験するわけなんですが、担当をパスできなければこの最初の4日間3日間で書いた論文答案は全部水の泡になります。はい。1年間の学習のメインとしてやってきた論文対策は無駄になっちゃうよねというところなわけなので、このことを考えてもらいたいですと。1年に1回しかない予備試験と司法試験です。司法試験については論文の答案を実際に書くことまでやるんですと。なのに担当に落ちちゃったら全部水の泡になっちゃいますよというところでございますと。はい、そこでですね、さらにいいですね、論文式試験を意識した学習として個別指導等まで利用してきたのであればより一層もったいないってことになりますよねと。はい、ということなんで担当は何が何でも合格しましょうというところでございますが、しかしと。予備試験の担当式試験の試験科目というものは、憲法行政法民法商法民事訴訟法刑法刑事訴訟法の合計7科目、なんなら一般教養を入れると8科目ってことになってきて、しかも過去問もだいぶ蓄積されてきています。つまり単純に量が多い状況でございますと。司法試験の担当式試験の方に関しては県民経営の3科目なんですけれども、過去問は平成18年、なんならサンプルプレっていうのがその手前にさらに古い年として存在するので、かなり蓄積されています。なので、量はとにかく多いということは、このようにと量が多いものを漫然と学習していても時間がただただかかるだけで、しかも漫然とやってるので結果につながりにくいですというところでございます。はい、この辺もですね、個別指導だったりマネジメントオプションの指導をしていて、受講生と接していて思うところはまさしくこれですね。はい、もったいないと、実際に担当の勉強やってくれてはいるんですけれども結果につながらないというタイプの受講生もいます。そもそも論文の勉強が楽しくなっちゃって担当の勉強一切しませんでした、だから落ちちゃいましたっていう受講生もいますけれども、一生懸命自分なりにやっていましたと。やっていたんだけれども結果にうまく結びつかなくってっていう受講生もいますと。でもその人たちのやり方っていうのはまさしくこのただ漫然と学習していたっていうことに落ち着いちゃっていませんかねというところですと。はい、量も多いし漫然との学習もダメなんだしということで、担当式試験もとにかくただただやりゃいいっていう戦い方では限界があります。限界があります。なので方法を考える必要があります。方法を考える必要があります。そこで本講座ではと担当対策の学習をする中で生じる疑問、どうやったらここって解消できるんだろう、どうやったらこれってうまくいくんだろうという疑問点等がどんどん浮かんでくると思います。そういう疑問点等を先取りというか予測して Q&A 形式でですね、担当対策の学習方法ですね、こういうふうにやっていったらどうでしょう、これはこう考えてみたらどうでしょうかということをバンバン提案紹介していく、そんな内容の講座になっておりますと。でそこで紹介していく内容だったりをね、一つでもね、なんかこれうまくいきそうかもって思って、自分の担当の勉強にどんどん取り込んでいくですね。そうすることで受講生が意味のある、つまり漫然とではない学習というものができるようになっていってくれればいいんじゃないかなという、そんな内容の講座を目指していこうと思っておりますと。はい、こんな形の講座になりますね。なので決してですね、ここでやったことがそのまま担当の問題が解ける知識になるという、そういう話じゃないです。どっちかっていうと担当の学習の仕方ですね、どうやって勉強していきましょうかっていう方法論にこだわりました。あとはその方法論を皆さんの自学自習担当の勉強の中で突っ込んでどんどん自分をレベルアップさせていってもらえればと、その際のきっかけ作り、そんな内容の講座になっておりますという形ですね。はい、ということでですね、ガイダンスとしては以上にしまして、早速中身に入っていきましょうという形になるわけですけれども、まさしくこうやって画面に映しながらですね、やっていきますと。でこうやって黄色い線引いてあるわけですけども、これは別に、レジュメにそういうふうに黄色い線引いてくださいね必ずねっていうわけではありません。単純にこうやって読み上げながらやっていく際のメリハリ付けとか強調して読み上げようかなと思っているところに黄色い線を引いてあるだけでございます。はい、ではですね、こんな形でガイダンス動画としては以上になります。早速ですね、本体を受けられる方はよろしくお願いします。